セミナーは町の活性化につながる新規事業創出の機運を高めようと長崎市などが開催。特別対談として森保監督と鈴木長崎市長がリーダー論をテーマに意見を交わしました。意識していることといえば一人一人を尊重するっていうことですね。2018年から日本代表を率いている森保監督はふるさとへの誇りと大人が自信を持つことの大切さを語りました。長崎の方が長崎を誇りに思ってほしいなって思います。大人がやはり長崎ってすごいとこない、いいとこなんだよ、こんなとこがすごいんだよっていうことを子どもたちに、やっぱ大人が自信を持って言えることで子どもたちもだったらここにいようっていう思いになるんじゃないのかな。急速な人口減少に直面している長崎市、新たな挑戦の後押しで活気ある街を目指す種まきが続いています。